勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パッキポッキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は日曜日ということで、シルバーウィーク2日目の貴重なお休みなのに、まあ、私はあの仕事なんて関係ないんですけど、西日本地域は台風でございますということです。台風14号ですね。もうどんなですか。はい、まあ、東日本の方たちはそれはないんでしょうけど、こっちはもうちょっとなんかすっごい警戒を敷いておるみたいですね、っていうちょっと一言みたいな言い方したりなんですけど、ただいまの時刻は8時9分ということで、若干いつもより早めに出てます。なぜかというと、職場の倉庫というか事務所の窓ガラス、ちょっとこれやばいよねっていうことで、あの養生テープじゃちょっと厳しいと思うから、ベニヤ板かなんかがあって貼り付けていこうかとかいう今段取りで、今向かっております。こういう時はんと仕事にならないですよねっていう感じなんですけど、だから今日も午前中で多分切り上げるような流れになるみたいなことを言われておりましたが、まだわかりません。今現状はですね、天気、雨は降ってない、まあ降ってももうパラッとこう、小雨でもない感じですね。ちょっと雨が、あ、降ったっていうぐらいの感じですね。で、風もまあ、言うほどまだ強くはない感じですか、今から来るんですかね、っていう感じなんですけどね。まあ、お子ちゃまとお母ちゃまが、なんか散歩してですね、こんな。って言われるいやー、しかしですよ、風速54メーターぐらいので、何年前ですか、あの大阪の方でね、台風で、4トントラックが横転したとかってね、いう話も聞いてましたけど、今回は史上最強とかっていうの感じで言ってましたよね。風速74ぐらいあるって言ったんですか。はい、でその時よりもまだひどいじゃんっていう話なんですけど、あれ見ました、すごいっすよね、あの写真、台風のあの写真、でわって感じですよね。ほんとこれはじわーっと言ってますけど、当初の予定よりもどん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 やっぱこう日本海側という、日本海側じゃないね、あのギャップの方か、太平洋側ですかね、あの南の方にちょっとこうずれかかってきてるような感じがするんですけど、でもそのおかげで今四国とかあっちの方がなんかね、なんかちょっとこうかぶるような感じになってきてますよね。四国では岡山のね、あのバンクシャの人が雨降ってきましたね。雨降り出しました。いきなり来た。はい。岡山の、バンクシャの吉野さんですね。はい。昨日岡山食ということで、イベントあってましたよね。だけど3日間予定してたのが、2日間予定してたんですかね。土日で、両日で予定してたのが、もう急遽、台風の影響ということで、今日はもう中止になったみたいですね。だから、昨日1日だけの、イベントやったっていうことやったんですけど、さあ、これはちょっとね、って感じでもうしょうがないよね。もう珍しいですよね。こんな休みの日にこういう悪天候がぶち当たるっていうのはね、大体普通の日とかね、ぶち当たるんですけどね、どうなんでしょう、まあ、とりあえずこれしのいだらですね、もう本当台風一過と言いますけど、カラッと天気になって、そこからちょっと秋、本当に秋やねっていうことで、肌寒くなっていくのかなとかって思うんですけどね、まあこれが最後の夏の恵みの雨になるのかなとか思いつつですね、植物たちはとりあえずギリギリまで、雨に当たらせよう、風に当たらせようという感じで、とりあえず密集させて今置いてる状態ですね。さあこれがどうなるんだろうかなとかって思ってる次第であります。はい、じゃあこの続きはまた後で。パキプキさんのバイキー続きです。ということで、いかがお過ごしでしょうか。
こちらの方は意外とですね、車を走ってますね。はい。なんかまあ買い出し、なんか買い出しすごいらしいですね。昨日はフォロワーさんのみほしさんですか、パンを買いに来たらパンが一つも長いってから、ポストしておりましたですね。その何年か前になんかすごい最大の年間台風が来るからとかっていうので、緑の養生テープってやつですか、あれをちょっと買いに行ったらもうどこもこしくももう売り切れだったんですよ。だけどどうなんだろう、今回やっぱそのあんまりみんなピリッとしてないような感じがしますね。窓はもう全然そのままにしてますね。はい、見る限りね、こうやってちゃんとこうバッテンをこう当てしたりとかしてはないな、これ。ランニングしたでしょ、俺ね。雨の中お疲れさんですね。はい。さあ、どうなりますかね、台風14号。前評判はかなり、やばいという風な感じで来ておりますけど、最初に来るのは鹿児島？鹿児島が最初にちょっと来るんですかね。ただその状況を見れば、どんな風になるかっていうのが、大体わかるじゃないですか。でも、だんだん勢力が、強まるのか弱まるのかで、全く全然変わるからですね。どうなるんやろうということで、今日はもうとりあえず、もう午前中で切り上げて、逃げるぞーみたいな感じでなるんじゃなかろうかとかと思うんですけどね。皆さんのとこはどうなんでしょうかということで、田んぼには彼岸花が、咲いておる、今日この頃でございます。さて、あとはどうでしょう、もうライブになるんじゃないですか。はい、昨日もなんかちょっと存じ上げない方のライブがたくさん立ち上がっていましたけど、ちょっと見ることはしなかったんですけど、いやー、なかなかね、ライブもね、見るって言ったらね、結構時間もいりますしね、ということで、皆さん多忙の中、すごいなと思いながら、見ております。最近そうっすね、もう、っていうところよりも、今ちょっと電話かかってきたのでですね、ちょっと途中で断線してしもうたんですけど、とりあえず今大通りを走っております。もう、ここに来てガラガラですね。車やっぱり少ない。ただ雨がまたちょっとやんだっすね。まさにバッと降ったんですけど。いやー、やっぱ皆さんビビってますかね。ビビってるみたいですね。結構食材とかをね、こう買い占めてというかね。1日2日でいいのに4日も5日もなんかこう買い占める人がおるらしいんで。どんだけやねんとかって思うんですけどね。どんだけ家におるのとか言って思うんですけど。そういう、なんすか、そういう警戒をするってことは悪いことではないからですね。そうと思います。ここに来るとちょっと走ってますね。トラックもよく走りましたですね。ヤマトさんも走ってますね。ギリギリまでやらないとかわいそうですよね。台風だろうが何だろうが荷物は運ばないかんという、悲しいね。そんな感じがします。今からちょっとバタバタしますので、今日はこんな感じで終わろうかと思いますけど、明日は月曜日ということで、とりあえずもう一日お休みあってよかったのかなとかって思うんですけど、さあでも休み明け東日本の方に行ったらですね、もう最悪やないかなとかって思うんですけど、どうなんでしょうか。各地の天気っていうのはちょっとポストとかでしかちょっと様子がわからないからですね、それでちょっと、拝見させてもらおうかなと思っております。私は一応明日のなんか9時ぐらいも最悪とか言って昨日は言ってたんでですね、それでどうなるんだろうかと今思っとる次第であります。はい、じゃあ今日こんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てっちゃにーじー。Because
人に話すだけで精一杯。